どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。俺的映画速報第80回。俺的映画速報では今週の映画興行収入についてああだこうだ語っていきたいと思います。早速ですけど、9月26日27日の国内映画興行収入ランキングが興行通信社より発表されました。今週はこんな感じになっております。はい、こんな感じになっておりますね。だーっと下までね、新作が1,2,3 本入っておりますね。さ、じゃあ一つ一つね解説していきましょうか。9月26日27日ですね、まずやはり1位はテネット。土日2日間で、あ、テネットこちらね、土日2日間で動員14万5千人、公衆2億4600万円を上げ、2週連続で首位、累計では動員74万人、公衆12億円を突破しました。ということでね、2週連続首位ですね。まあ、テネットのすごいところというか、まあ、有利なところは、IMAX から埋まっていくんですよね。IMAX シアターのテネットは、まあ、相変わらずこう、満席状態が続いているような感じですかね。まあ、逆を言うとね、普通の通常版、2D の通常、2D の通常版の、劇場は今一つそこまで、お客入ってないかもしれない。まあ、クリストファー・ノーラン監督なんで、ある程度映画好きっていうかね、クリストファー・ノーラン好きな人たちじゃないが集まってるような感じ、見ているような感じですかね。さあ、最終的にはね、どこまでいくのかな。現在、公衆12億円。まあ、20億円は突破しそうだと思うんで、もうちょっといくかな。30億円ぐらいいくのかな。ちょっとまだわかんないですけどね。どうなんでしょう。さあ、そして第2位が、はい、こちらですね。劇場版、バイオレット・エヴァーガーデンということで、土日2日間で動員8万8000人、公衆1億3200万円を上げ、今週も2位を、キープしておりますということです。はい。相変わらず強いですね。バイオレット・ガーデンが、1億3200万円か。トータルいくらになったのかな。はい。そしてですね、第3位がですね、こちらですね。こちらも強いっちゃ強いよね。累計では動員56万人、公衆8億円を突破しました。映画クレヨンしんちゃん劇場2、落書きキンダムとほぼ4人の勇者も、土日2日間で8万2000人、公衆1億200万円で3位となりました。ということですね。そして第4位がこちら。こちらも根強いね。8月28日に始まったけど、まだ4位にいるんだからね。1ヶ月経ってますけど、4位ですね。なんとこれね、10月2日から 4DX、MX4D 版の上映が決定したそうで、へえ、これ 4DX で見る？どうかな？累計で動員154万人、公衆20億円を突破し、先週同様4位をキープしておりますということで、4DX と MX4D は、鑑賞料金結構高いですからね、いくらぐらいするんだろう。プラス1000円以上は多分すると思う、1000円ぐらいはすると思うんで、またこれによってね、売り上げ、興行収入を伸ばしていくんじゃないかと思いますけど、どうですかね？これ 4D で見たいですか？僕はあんまり興味ないなさあ、次行きましょうか。はい、新作ではテレビアニメ化もされた、実写映画化、これコミックなんで、同名コミックの実写映画化、映像犬には手を出すなっていうことでね。はい、こちら5位にランクインをしました。アニメ制作を志す3人の女子高生、電撃3人娘を人気アイドルグループ乃木坂46の斉藤飛鳥、山下美月、梅沢みなみが演じるということでね、ごめんなさい、一人も死にませんはい、で監督はね、朝日奈具のね、朝日奈具でも乃木坂さんとタッグを組んだ、これなんていうのかな、エーツトムさんっていうんですかね。まあ、ちょっとごめんなさい、英語の A に勉強の弁、エーツトム、 A ってなんていうんだろう、ちょっとわかんないです、ごめんなさい。はい、次行きましょうか。次第6位ですね。第6位も新作です。ミッドナイトスワン、これキノフィルムズですね。
草なぎ剛演じるトランスジェンダーの主人公と親の愛情を知らない少女の疑似親子的な愛の姿を描くっていうことで、これ全裸監督の監督さんなんですね。へえ、キャン・カクトン、この人がね、内田英二さんですか、監督脚本を担当し、少女、この少女役をオーディションで選ばれた服部キサキっていうものかな、他水川あさみ、田口智郎らさん、智郎さんが共演されてるとのことですね。まあ、最近多いですね、こういわゆる PTSD、 あ PTSD じゃない、なんだっけ、 LGBT でしたっけね、まあ、こちらトランスジェンダーですけども、最近このネタね多いですよね、このモチーフ。はーい、その他にはですね、新作も一本ありましたね。こちらアダムスファミリーですね。アメリカのコミックを CG アニメ化したアダムスファミリー、10位でスタートを切りました。監督はソーセージパティのコンラッド・バーノンとグレグ・ティアナン監督ということで、オスカー・アイザック、シャーリーズ・セロン、クロエ・グロエス・モレッツら豪華俳優陣が声優を務めているとのことです。日本語吹き替え版には永瀬克久さんとかアンさんとかね、あと二階堂ふみさんが参加してるとのことでね。アダムスファミリーはね、鉄板だと思うんですけど、どちらかって、まあ実写版もね、有名ですけど、結構これ CG アニメとこの相性良さそうですけどね、どうなんだろう。でもあんまり言うほど順位来てないですね。新作のあれに10位スタートなんで、あんまりよろしいわけでもないかな。今んとこね、コロナ騒動で対策がね、延期延期で、まあ、やっと今テネットがかかったぐらいで、あとはまあ正直ね、小粒な作品が並んでるわけなんですけども、まあ、その中でね、アダムスファミリーはどちらかというと大型のような気がしないでもないですが、これあれそうだ、公開規模見ておきましょうかね。まあ、テネットは当然高い。このバイオレットガーデンがね、公開関数少ない割に、規模が少ない割に、2位にね、キープしてるってこと、これはすごいことですよね。で、この映像権もこう、あんまり同じぐらいですもんね。バイオレットガーデンと、映像権同じぐらいの規模だけど、まあ、検討してますよね。ミッドナイトスワンもね、ああ、こんなもんなんだ。まあ、キノフィルムズだからかな。こんなもんで、あんまり大きくないですね、公開規模が。アダムスファミリーも、そうか、アダムスファミリーもそんなに公開規模大きくないんですね。まあ、県によってはね、かかってない、見られないっていう地方もあるかもしれないです。このぐらいの規模ですよね。はい。というわけで、まあ今週はね、こんな感じになってはいるんですけども、一応見ておきますかね、こちら。既存の作品では映画ドラえもんのび太の新恐竜が累計で258万人、興収はね31億円を突破したということで、まあここら辺で落ち着きそうですね。30億円を突破したあたりで落ち着きそう。そうだね、35億円いくのかな、もうちょっと厳しいかもしれないですね。そして第8位の糸、こちらは動員150万人を突破し、興収は間もなく20億円に届くとのことで、まあ、このコロナ騒動においてはね、まあ、なかなか検討した方じゃないでしょうかということでね、まあ、20億円だったら、まあ、合格といったところじゃないですか。まあ、公開規模はそこそこ大きいですけどね、まあ、20億円いったならよかったんじゃないですかね。まあ、これコロナね、真っ只中に始まりましたから、結構コロナの影響を受けた上でね、20億円に届いたわけなんで、大したもんだと思いますよ。はい、というわけでね、今週はこんな感じになっておりました。ということでね、毎週これ、ミニシアターの映画興行収入ランキングも見ていきましょう。今週はね、こんな感じになっております。はい、新作が1、2、3、上位3本が新作、そして4、5がね、旧作っていうかね、まあまあ、先週3位、先週5位の作品っていうことになりますね。さあ、一本一本見ていきましょうか。まず一本目。こちらですね。リアム・ギャラガー、アズ・イット・ワズって映画なんですけど、イギリスの伝説的ロックバンド、オアシスの元メンバー、リアム・ギャラガーの成功と挫折、ソロアーティストとしての復活までを描いたドキュメンタリー映画なんですね。1991年に結成されたオアシスのフロントマンとしてスターダムにのし上がったリアルは、その一方で破天荒な言動を繰り返し、メディアからたびたびバッシングを受けていた。やがてバンドメンバーの兄ノエルとの確執が表面化し、2009
2009年には解散状態に。新たに結成したバンド BDI も軌道に乗らず解散。失意の中、自らの力だけで音楽の世界を生き抜くことを決意したリアムは、再起をかけてソロデビューアルバム As You Were をリリースするっていうね、まあそういう名前で。皆さん知ってますか、このイギリスのロックバンドオアシス。僕ね本当洋画に全く詳しくないんで、本当に知らないんですよ。なんでこのオアシスっていうロックバンドも知らないし、このリアム・ギャラガーという名前もね、今初めて聞きました。お恥ずかしながら、本当ね、もう本当無知でしょう。ねえ、ミステリー作家のくせにね、こんな無知なやついないと思うんですよね。本当にミステリー作家界の中でもね、一番無知です、私。はい、自信持っています。なんでね、本当知らないんですよ。でもまあ、1位になりましたからね、結構やっぱり人気のあるというか有名な方なんでしょうね。そして、波乱万丈の人生を送ってるってことで、なんか別に波乱万丈ってさ、この手の何、ロックバンドのやつだって、基本波乱万丈がデフォルトじゃないの？ねえ。ボヘミアン・ラプソディのさ、クイーンのあの人だってさ、ねえ、かなり波乱万丈だったと思うんだけど、他にも波乱万丈のやついっぱいいますよね。まあ、今回はね、これ、ドキュメンタリーっていうことで、どうなんですかね、サクセスストーリーになってるんですかね。まあ、もう一度はね、大成功を収めた人ですけど、一回ここからちょっといろいろあってね、落ちぶれてしまって、また再起をかけて復活みたいなね。今のところどうなんですかね、このリアム・ギャラガーっていう人は。うん、まあでもね、こうやって映画がね、この、ドキュメンタリー映画が日本でも1位になるぐらいですからね。それやっぱり相当の知名度がある方なんでしょうね。はい。そしてね、第2位、こちらですね。ガチョウコの夜っていうことで。はい。こちらは、白氷の殺人で第64回ベルリン国際映画祭キングマ賞を受賞した中国の気鋭、ディアナ・イーナン監督が中国社会の底辺で生きる人間たちの現実を鮮烈な映像で描いたノワールサスペンスです。2012年中国南部、再開発から取り残されたガチョウ湖周辺の地区で、ギャングたちの縄張り争いが激化していました。刑務所を出て古巣のバイク窃盗団に戻った男チョウは、対立組織との争いに巻き込まれ、逃走中に誤って警官を射殺してしまいます。全国に指名手配された彼は、自身にかけられた報奨金30万元を妻子に残すべく画策。そんな彼の前に見知らぬ女アイアイが妻の代理としてやってくる。ガチョウ湖の水辺で娼婦として生きる彼女と行動を共にするチョウだったが、警察や報奨金強奪を狙う窃盗団に追われ、後戻りのできない袋小路へと追い詰められていくっていうことで、これめちゃくちゃ面白そうですよね。これ見たいなと思って、まあ、多分見ようかな、見ることになると思うんですけども、これね、まあ、武蔵野館とかでやってんのかな？やたらとね、予告編めちゃくちゃ力入ってましたよね。ミニシアターでこのね、予告編、いくつか見たんですけど、まあ、結構どこもね、この作品に関しては力入れてましたよ。なので、結構面白いんじゃないですか。ただね、この白氷の殺人、このディアナ・イーなんていうのは、この白氷の殺人という映画でね、ベルリン国際映画祭で、まあ、キングマ賞でグランプリみたいな、まあ、優勝したんですかね。だから白氷の殺人は正直ね、そんな良かった？あれ。なんかあれの良さよくわかんないんだよね。まあ確かになんか気鋭、新進気鋭なやつが描いたね。描いた？なんかちょっとアート的なさ、ちょっとストーリー無視みたいなね。なんか感じろみたいなさ、そういう感じで、あんま僕はこういう作、そういう作品ね、あんまりいい評価できないんですよね。なんかちょっとこう、独りよがりっぽい？監督さんの独りよがりみたいなさ、あるじゃないですか。なんかね、なんだろう、前衛的とも言いますかね。なんかこの作品もなんとなくそういう香りがしますよね。色合い、色使いといいね。音楽の使い方といい。なんか予告編もなんかね、ちょっとこう監督さんの独りよがり的な香りがね、匂いがプンプンしましたけど、どうなんでしょうかね。まあ第2位ということでね、結構やっぱり宣伝が効いたんですかね。はい。というわけで次第3位、これウルフズコールで、これフランス映画なんですけどね。こちらですね。はい。この動画が出てる頃には、僕これもう見たんですよ。見終わってるんですけど、多分、この動画の直前か直後に、前か後に、動画レビュー出してると思うんで、もしかしたらもうね、動画レビュー出てるかもしれないんですけど、今僕はこの動画を作ってる時点ではまだアップしていないんですが、ウルフズコール。はい。正体不明のソナー音に翻弄される原子力潜水艦に迫る危機を描いたフランス初の潜水艦アクションです。
並外れた聴覚を持つシャンテレッドはフランス海軍原子力潜水艦チタン号に特別分析艦として乗艦していた、まあ、いわゆる、ね、音響分析艦なんですよ。音を聞き分ける、わずかに超える音を頼りに敵の動向を探るのが彼の重要な役割なんですけど、この人ね、シリアの先行任務中に、まあ、なんていうのかな、この怪しげな音、いわゆるウルフズコール、狼の呼び声みたいな音に惑わされてね、判断ミスをしてしまって、まあこの潜水艦をねピンチに陥れてしまうんですよ。この黄金の耳とまで言われたシャレンテッドの耳を惑わせたのはこのねウルフズコールなんですけど、これが一体何だったのかってね、再びその音が聞こえてきた時にシャンテレッドは大きな決断を迫られるということで、はい、まあ、この映画については、まあ、僕の動画を見てください。まあ、基本的にね、あの七尾よし的には潜水艦映画に外れなしなんですが、この映画はどうですかね。まあ、これはぜひね、僕の動画レビューを見てください。はい。というわけでね、まあ、あと第4位がメイキング・オブ・モータウンですね。はい、こちら。先週3位だったのワンランクダウンしてしまいましたね。メイキング・モータウン。そして、あらら、こちらも根強い人気だよね。先週も5位だった。今週も5位でした。ようこそ映画音響の世界へということでね。もう5週目なんですけどね。ずっとランキング残って根強い、ね、人気ですよ。まあまあ、ミニシアターとしてはそろそろロングランヒットかなみたいな。そんなところにありますかね。こちらです。あのね、これはね、映画が好きな人にはたまんないドキュメンタリー映画。映画の音響ですね。音楽じゃないよ。音響にスポットを当てた、まあ、例えばさ、ダース・ベイダーの、ライトセーバーのブーン、ブーン、ブーンって音がどうやって出しているかみたいな。まあ、いろんなね、有名なスティーブン・スピルバーグ、ジョージ・ルーカスとかね、デビッド・リンチとか、アン・リーとかね、まあ、そういった有名な映画監督のみならずね、いわゆる映画音響の、まあ、プロフェッショナルな人たちに、インタビューをしてね、この映画はこんな風に撮られてますって、まあ、いろんな映画のね、映像も出てくるので、これはね、映画好きの方にはたまりません。というわけで、この映画に関しては僕の方でもね、このチャンネルでも動画レビューしていますので、ぜひね、見てくださいということで、はい。いかがでしたかね、今週の俺的映画速報。まあ、正直映画のね、まあ、いわゆるミニシアター系の、ミニシアターじゃない、ごめん、シネコン系、大型映画ね、ロードショー系の映画に関しては、順位には大きな変動は、上位はありませんでしたね。まあ、しばらくテネットの1位、不動1位が続くんじゃないかなと思います。これからしばらくね、どうだろう、10月、11月、12月といろんな映画が始まっていくわけですけど、またね、10月のね、注目映画の紹介もしたいと思ってますけど、やっぱり大きな映画がね、延期されちゃってるんで、なんか全体的にラインナップが地味ですね。まだまだこれだとね、映画館に一般的なお客さんが戻ってこないんじゃないかな。やっぱテネットだけでは厳しいですよ。やっぱテネットはね、どちらかというとマニアックですから、まあ、一般のお客さんが戻るまでにはね、至らないと思うんですよね。せいぜいどうだろう。今12億円ですからね。まあ、20億円はいくと思うんですけど、30億円いくのかな、どうかなってとこですよね。まあ、IMAX シアターなんで、まあ、メインになるからね。一人当たりの単価は高いから、まあ、それなりにはいくと思うんですけどね。さあ、映画産業ね、どうなりますか。で、そろそろですね、映画館によっては、一席ずつ開けてるっていうね、あれもう、やめて、全席埋めるみたいなね、業態を取っている映画館も増えてきています。まあ、それももしかしたらね、映画館ちょっと足を運ぶのやめようかなっていう原因にもなりかねないのかなっていうね。まあ、コロナに関してはですね、なんかあんまりこう減ってるって感じしないですよね。まあ一頃にも比べれば落ち着いたのかなと思うけど、なんか突然また200人超えたりとかね、繰り返しているので、まだね、完全に落ち着いたとか下火になってってるとは言えないんじゃないかな。これから先気温も下がっていきますから、そうするとウイルスのね活動も活発化していくので、冬になったらどうなるかですね。まだ油断は許さないと思います。ということで、皆さんもね、まあまあコロナにはね気をつけて、映画ライフ送っていただけたらなと思います。ということで、今週はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。